You're listening to Shibuya Cross FM. アンジュレイブの天使な黄昏。5月20日金曜日、時刻は6時を回りました。皆さんこんばんは。私たちアンジュレイブです。この番組は私たちアンジュレイブが金曜日の黄昏時を盛り上げるガールズトーク満載のラジオ番組です。まずは自己紹介からいきましょう。はい、ゆあもんこと水野ゆあです。はい、ひめたんこと原ひめこです。はい、えみちゅうこと安藤えみです。ということで、新型コロナウイルスの感染症の拡大防止に配慮しながら、渋谷シダックス1階のサテライトスタジオより50分間の生放送でお届けします。そして実は今日は記念すべき番組50回目の放送です。あ、もう50回なんだ。すごーい、すごい、すごい長い ね毎月1回、ね、やっててね、ということはね、単純に考えても4年以上、もうそうなんで、結構やってるよ。50って聞くとすごいね。だよね。ありがたいことだね、こんなに続けさせていただいて。すごい、50回目ね。そうですね。あ、今日のねスタジオの様子も渋谷クロス FM のホームページから動画で生配信されているので、パソコンやスマホからもぜひ一緒にラジオお楽しみください。そしてもちろん地上波のラジオでも聞くことができます。周波数 88.5MHz に合わせてお楽しみください。番組では普通歌やメンバーへの質問を受け付けています。また5月といえば5月病の季節ということで、日頃抱える悩みや不安をメールに書いて送ってきてください。アンジェレがポジティブに励まして皆さんの心を癒します。メールの宛先は info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp。 クラスの綴りは S を2つ重ねてください。はい、ということでね、今日はなんか前回か前々回よりもすごい明るく感じる、うん、すごいそれ思った、うん、ね、ずっとこの日が長くなったのかな、天気がね良くなくて、こう暗いくて、ファンの方も寒そうというイメージだったんですけど、ね、やっと寒い思いさせないで済むね。半袖もいるから適温かな、ね、適温がやってきました。ね、よかったよかった、ね、やっぱラジオやってると同じ時間でもね季節を、うん、そうよね、感じるよね、うん。はい、じゃあここでアンジュレイブの曲を一曲お聴きください。 Your Smile。 君のスマイスマイ背中越しでもいつも眩しく輝くよ。
渋谷クロス FM。 生放送でお送りしているアンジュレーブの天使の黄昏、お届けした曲はアンジュレーブで Your Smile でした。さてここからは私たちの近況についてお話ししていきます。はい、なんかこの1ヶ月はすごい濃くて、うん、いや濃かったよ、うん、そうライブもイベントもほんとたくさんあって、うん、なんかゴールデンウィークが挟まってたと思えないぐらいの密度なんですけど、うんねうんまあね、私たちの一番、ね、大きい最新の話題といえば、うんはい、アンジュレーブサードツアーランウェイがスタートしました、はい、しましたしました、ね、これもなんかもう、うん、あれだいぶ前のことなんじゃないかなって、ね、なんかやった実感がさ、スタートした実感が全然ないもん、うんね、やったのかな本当にやったんだ よ, や, ったのやりましたよました、はい、初日は大阪で、うん、大阪公演があったんですけど、うんうん、まずねあのツアービジュアルを公開して、うんうん、あのツイッターのアイコンとか写真も一新されたんですけど、ねうん、こう春の衣装のねピンクからそうそう、うん、一転してどうですか今のビジュアルは。いやめっちゃスタイリッシュな感じになったよね、うんうん、であのなんだっけ全員集合してる方の足あるじゃん、うん、あれさみんなの方に注目いきがちだけどよく見るとさあのちゃんと何花道みたいなステージに私たちがいるのが見えるんだよ、うん、その、うん、私たちの前の方にもステージが続いてるのがちょっと見えてね、うん、確かにねそうそうそうだね。ゆうちゃんはどう？なんかさ結構毎回そのアーシャ公開するとさ言われるけどさ、うん、なんか合成かと思ったって絶対言われるんだけど。めっちゃ綺麗だったもんね。そう今回は合成に思われがちだよね、うん、本当になんか私もなんか実際にあそこで撮ったけど、うん、出来上がった写真を見たら、ね、これ合成って思うぐらい、うん、なんかそうなんそう合成に確かに。でもうちらの影がねちゃんとね映ってるからそうそうそうでもそうよく見るとやっぱりなんか後ろの何背景とかいやあれすごいよねなんかいろんな色のあのそうそういろんな水色青色のなんか、うん、あのなんていうんだガラスではないけど、うん、パネルに、うん、こうライトを当てて、うん、そうそうそうその重なり具合とかで、ね、そうそう重なり具合となんかね光の反射で、うんうん、なんかガラスみたいにねなってるように、ね、あれ下がりすぎるとさあのパネル刺さりそうになるんだよそうそうそう姫ちゃん命の危険を感じてあれをさ撮るときにさ、うん、ちょっと風とかも加えたいみたいになって、うん、やってたよね結構扇風機みたいのをなんか横からやるみたいになったんだけど、うん、それがすごい揺れるかパネルが揺れるみんななそうそうそうみんなねパネル頭に刺さってたんだよねあれそうなの、ね、あの私は片足上げたポーズだったからもうねかかしみたいにバランス取るの必死だったよくあのポーズできるよあれずっとさ撮影の時やってるのすごかったみんなでさポーズをさこうどんなポーズするって言ってね分けたりとかしてね、うん、はいそんな感じで、ね、アーシャもね一新されたんですけどはい、はいはい、初日公演が終わって、うんはい、あのねお知らせをしてなかったんですけど、うんうん、新曲のブルーミングランウェイを初披露させていただきました、うん、しましたはい新曲久しぶりの新曲なのかなみんなにとってもそうだねうちらにとっても、ね、私もこの加入してから初めていただく曲だったので、うんうんうん、そうだよねこうねやっぱ改めて嬉しいなって思って、ね、自分のパートがみんなで、ね、あるのとかそう作曲してくださった方はね、うん、あの有名な曲などを手掛けて、うん、筑田博さんという方で、ね、あのアイドル好きな方は絶対に知ってるんじゃないかなっていう有名な方がね書いてくださったんですけど、ね、アンジュレのねこれからを表現する曲になってるよね、うん、なんか私たちからその筑田さんの、ね、曲書いてほしいみたいな思いもあって、ねうんうんうん、作っていただいて本当に今回のランウェイっていうさあのテーマに沿った曲になってて、うん、歌詞とかもそうだし、うん、雰囲気も今までのアンジュレにはないような曲だし確かになんかこれから見せたいアンジュレの姿っていうのがその新曲だけでも伝わるんじゃないかなってね、うん、思うかな、ねうん、まだ1回しかやってないもんね、うん、そうねそうなんですよ多分ね初めて見た方は、うん、あのまだ1回じゃ情報量が多すぎて、うん、そうね、うん、そうこれからねライブでいっぱいやっていきたい、うん、ねもっと聴いてほしいねねすごい、うん明るい曲だよね前向きな、うん、そうなんか結構進んでいくっていう、うん、意志の強さがあったりとか、うん、でも曲はキャッチーだし、うん、結構ね踊りやすいなって思うんだけどそう振りもねみんなでさ踊ってほしいな真似しやすいよね簡単だよね、うん、そうパーグーと結構さアンジェルの曲さ振りが難しくてみんな真似するのが大変みたいな感じだったけど、うんうん、今回は結構
なんだろう、分かりやすいから、分かりやすい振り付けね。結構さ、踊るの大変じゃない、あれ移動しながらとかさ、まあ、確かに細かいよね、うん、そうで、ガチで振りコピする人は大変だかも、うんうんうん、でも早くやりたいな、みんなで一緒に踊りたい、ね、楽しい、ね、うん、そうツアーも始まって、でね、なんといってもツアーといえばグッズがね、今回は大充実してるから、うん、大量発送してるね、グッズね、皆さんびっくりしましたよね、ツアーグッズ発送されて結構ゲットしてくれた人もいるかな、ね、おさが来てくれた人は、ね、こう今回は、うん、こう定番の T シャツ、タオル、うん、アクリルキーアクリルスタンドとかペンライトももちろんあるんですけど、はい、こうメンバーのね、プロデューシュ、うん、プロデューシュ、プロデューシュグッチュ、プロデューシュグッチュがあって、うんうん、姫ちゃんはエコバッグ、エコバッグ、ゆなちゃんはキーホルダ ー, ー, ホテルキーホルダー、うん、私が折りたたみ傘で、はい、傘がめっちゃしっかりしてたよ ね、なんか想像と違った、あんな入れ物初めて見た、なんか水筒かと思ったもん、あれ水筒だと思って、いや本当になんか今回は好きなのを作っていいよ、うんうん、なんかなんなら普段作らないようなものを作ろうみたいな感じでみんなで案を出し合ったんですけど、うん、だからね、アリエルちゃんのあの顔のハンガーとか、ね、面白いよね、そう、うん、まるちゃんはね、あのやっぱチケットホルダーよく使えるのあったんですけど、うんうん、定番周りで私も本当に傘を持たない人間で、うんうん、本当どこでも忘れてきちゃったりとか、うん、折りたたみ傘もそんな好きじゃなくて、うんうん、でもこれから梅雨がやってくるじゃないですか、うん、だから、ね、アンジュレの傘だったら使いたいなと思って今回この傘を作ったんですけど、なんか思った以上にその高性能そうで、ね、すごいよね、あれ結構ね、いいやつらしいですよ、ね、アンジュレの傘は絶対置いてっちゃダメだよ、どっか、ね、そう、ダメだよ、アンジュレの傘はもう絶対忘れない、言いつつ私も本当に置いてく常習犯だから、やだ、そう、気をつける ね、 ね、大事にしよう ね、 ね、今まで何十本旅立ってったかって感じ本当にあ、そう、うん、そう、そう、私も可愛い傘を買わない理由はもう忘れちゃうからなんだけど、うん、ね、みんな透明傘なんだよ ね、 ね、この折りたたみ傘だけはもうどこにでも絶対忘れないように、そうだよ、ね、いい傘だと思います、はい、はい、そしてね、今回は大阪ツアーが終わった後に、うん、実はですね、愛媛に移動して、そうなんです、愛媛でアンジュレブ5人でロケをしてきまして、はい、ね、うん、楽しかった、昨日、一昨日帰ってきた、帰ってきたね、一昨日ね、一昨日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 帰ってきましたけど、うん、いやすごいね、大充実の愛媛だ ね、 ね、みんな初愛媛だったよね、初初、うん、そう、人生初、愛媛行ってさ、愛媛のさ、ご当地キャラクターのみきゃんっていう可愛い、そう、オレンジの子がいるんだけど、もうこの旅でみきゃんのことが大好きになってしまってね、特にゆあちゃんと姫ちゃんとアリエルアーがそう、うん、ハマってて、そうそう、みんなで靴下買ったよね、あ、そう、靴下も買ったし、あの、買ってレッスンで着ようって言ってたし、うん、でとにかくそのマスコットをいっぱいいろんなとこに連れてって写真撮ってねでもね、うん、あの、あれ名前ついててゆあものがゆきゃんで、姫子のがひきゃんで、アリエちゃんのがあきゃんで、で、なんかえみちゃんとりかちゃんにもえきゃんとりきゃん買ってって言ったら断られたんですよやだって断られた、なんかそんなに刺さらなかったみきゃんに、あー、かわいいのに、ファンの方も多分わかると思うけど、刺さる刺さらないってあるじゃないですか、うんうん、まあ、あるよね、うんうん、そう、だからなんか今回はあんま刺さらなかった、刺さらなかったみきゃん意外に高いじゃないですか、なんか700円ぐらいする、うん、あのちっちゃいので、うんうんうん、そう、だから道後ビールに走っちゃった道後ビール飲んでたね温泉もね、かわいいのに、温泉も入ったんですけど、うんうん、なんか街並みがやっぱ歴史を感じる、うん、ね、歴史の街だったもんね、街だった、なんか、うん、至る所にさ、その夏目漱石がとか、そうそうそう、ね、そう、坊ちゃんとか松山城もね、ゆあちゃんと一緒に、うんうん、そう、登ってきました、そう、ね、行ってきてましたね、ね、どうだったお城、え、お城なんかすごかったし、昔の人よくこの絵作ったなって、うん、そう思った、お城のね、もうこの言葉じゃ使わないんだけど、階段がもうこんぐらい急だった、うん、そうそうそう、階段も急だったし、中のね、中の階段が、そうそう、もうね、あ、腰痛いと言いながら登ってね、ね、足マッチョになりそうなとこ住んでたら、いやでもね、お城の中をちゃんと見るのってなんか修学旅行ぶりかなぐらい、確かにね、ちゃんと愛媛をね、満喫して、うんうん、そのロケ自体がね、あの愛媛の魅力をこう伝えようっていうロケだったので、いろんなもの食べたしね、ね、ね、何食べたっけ、あ、タイ飯、そう、タイ飯、そう、タイ飯が、ね、一番人気だった、ね、美味しすぎた、2日連続で食べたもん、そう、絵を食べた最後に、そう、空港で、ね、タイ飯もいろいろあるよね、混ぜご飯みたいなのがあったりさ、うん、本当の切り身が乗ってるのとか、そう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 、いや、みんな食べた方がいいよ、タイ飯、めっちゃうまいから、愛媛のタイ飯、でも今回タイ飯さ、うん、なんか生のさ、しか食べれなかったから、うん、なんか焼きの方を今度食べたいなと思った、うんうんうん、
焼かれてる方ね、もう一回行きたいよ ね。でも食べ物なんでも美味しかったかも、ね、ファンの方も四国行く機会ってそんなにないですよ ね。 そうだよね、出張とかあるのかな、どうなんだろう ね。そう、いやなんかまだまださ、うん、2日間いたんだけど、うん、2日間いたけど、うん、その違うちょっと外れたところとか、うん、みんなミキャンパークとかね、そう行けなかったから、うんうん、有名なところね、まだまだいっぱいあるから、うん、またみんなでね、愛媛行けたらいいな、ね、愛媛まだまだ魅力いっぱいあるって聞いてたから ね、 ね、また行けるといいなって思った。そう、ま、詳細は ね、まだ発表されてないんですけど、うんね、これから愛媛ロケの様子を楽しみにしてもらえたらいいね、はい、楽しみに、うん、ね、楽しみに、はい、そして、うん、あ、これもちょうど来週の月曜日に、うん、はい、嬉しいお知らせがあって、アンズレブレイ7月号に掲載させていただきます。イエーイ、今回はね、5ページ丸ごと、5ページ丸ごとアンズレブ、うん、レブ特集です、ね、はい、前回に続き、そう、前回もね、うん、アンジュレーブ載せさせていただいて、まさかまたこうしてね、ねえ、そうです、5ページになって、嬉しいよね。私覚えてるのが、ちょうどこのラジオがある日に、うん、その渋谷駅前の本屋さんでたくさん並んでるレイを2冊買って帰ってきたんですけど、またね、月曜日、来週買いに行かないと、いや、即買いに行く、月曜日になったら、ね、即行く。ちょっとね、まあ、あんまり言えないけど、どんな感じでした今回のレイ撮影は。でもやっぱりファッション誌だからさ、みんなの雰囲気がいつもと違うよね、うん、なんか本当に普段はさ、やっぱりアイドルメイクだったりアイドル衣装だったりだけど、うん、やっぱり雑誌のってなるとメイクとかも違うし、違うよね、なんか全然。そう、私たちもまたメンバーの知らない一面をまた見れたなっていう感じがしてね、うんうんうん、今回のさ、なんかあのタイトルみたいなの載ってたのが、うんうん、プリカワみたいなね、プリカワ肌見せみたいな感じだった、ね、やっぱ7月号だからね、うん、ちょっと服も夏仕様になって、うんうんうん、前回は結構ニットとか、そうだね、そうね、あったかいやつ、レンタインとか装いをしてたので、今回はプリカワアンジュレーブ、レーブです、プリカワレーブが、ね、見れるので ね、5ページじっくり、ね、なんか目次とかにもさ、アンジュレーブの名前あってちょっと感動した、嬉しいよね、ね、うん、えみね、姫ちゃんの、うん、あの撮影のカットめっちゃいいと思った、ね、可愛かったよね、色がそもそも似合ってたし、うんうん、なんか結構さ、あんまりね、普段着ないちょっとさ、うん、そう違う系統の感じだった服だったけど、めっちゃ似合うと思って、うんうん、早くね、見てほしい。そう、でもさ、その服もさ、なんか2つあって、うん、なんか好きな方選んでいいよみたいな感じだったから、うんうんうん、結構自分がこっち着たいなって思ったのをこう着させてもらえたから、うんうん、そう、なんかそれも普段自分じゃ着ないからさ、うんね、いい経験というか、そうだよね、そう、嬉しかったですね、うんうん、ゆあちゃんもね、あのすごいいつもとはちょっと違う、うん、そう、なんかゆあちゃんがね、一番違かった、確かに一番違うって言われてたから、前回のレイの撮影の時も今回もそうだけど、うん、毎回メンバーにそっちの方がいいって言われる、なんかマジで、うん、そう、普段と全然ガラッと変わるのはゆあ、うん、ちゃんとだって思う、ね、毎回、えみだって前のオレンジの服着たゆあちゃんすごい好きだった、うん、本当に、うん、オレンジのニットになんか、ね、なんかアップに、そうそう、ポニーテールめっちゃ良かったよね、うん、でも今回もまたね、ガラッと雰囲気が違う、そうだよね、そう、髪型とか爽やかお姉さんっていう感じ、そうそう、髪型が結構違ったなって感じ、うん、違う、絶対普段さ、横毛があって前髪きちんとしてが好きだから、アイドルヘアだよね、そう、そうじゃないだけで全然違うんだなって思った、確かに、いや、これは見るしかないよ、みんな見たくなっちゃったでしょ、エミチのスタイルがとんでもないから、エミちゃんのスタイルの暴力そう、スタイリストさんのスタイリングで、うん、すごいスタイルがもういつも以上にいい、当日みんなで、え、エミちゃん足長い、今日足長くない、いつも一緒にいるのに、なんか以上に長すぎて50回ぐらい言われたんじゃないかなって足長い褒められましたね、そう、嬉しかったです、うん、で、あとね、5月いろんなことあって、うん、ゴールデンウィークだとゆあちゃんのバースデーライブが、そうだ、そう、バースデーライブも5月1日で、1日だから、頭、もうちょっと昔の話のような気がするんだけど、だって、ね、そう、だって明日誕生日だもんね、そう、明日の誕生日当日、本当はね、明日なんだけどね、うんうんうん、バースデーライブは1日にやらせていただいて、うんうん、そう、今年も本当やりたい方でやらせてもらったなっていうのがあって、うんうん、まあ、今回は結構その、今までゲストに、あんまりゲストを呼んだり、まあ、ジェルの呼んだりとか、松井紗友子さん来ていただいたりとかあったんだけど、うんうんうん、最近何年かは来てなくて、松井紗友子ちゃんに来てもらったんだけど、うんうんうん、もうね、コラボできたのが本当に嬉しかった、ね、めっちゃ良かった、なんかあんまりさ、2人でがっつり紗友子ちゃんとやるのも初めてだったし、うんうん、でもそもそもさ、紗友子ちゃんが普段ソロでギター弾きながら活動してたりとか、うんうん、本当に歌が上手な子だから、すごい緊張したんだけど、
でもなんか一緒に歌うの楽しいなって思った、ね、声質が結構似てるって言われたかもしれない、ね、本当に歌うの上手な2人が歌うと、うん、こんな耳幸せなんだってもうリハーサルから思ってもうなんか見入っちゃった、うますぎてさどっちがあのハモってるか分かんなかったの、分かんなかった最初、そう意外とね分かんなかったらしい、結構さこう入れ違ってさ、ゆあちゃんがシメル歌ったりさやかちゃんがシメル歌ったりしてたけど、うんうんうん、なんか2人のもう重なりがぴったりすぎて、うんうん、え今どっちの声なんだろうっていうのが、ね、すごい相性が、ねうんうん、だってえみちゃん本当にさあの土線で見ててくれてたリハの時土線で考えながら聞いたんだけど、もうなんかもうピシッとしてじーっと、うん、全く分かんなくてそのエミチュを3人で上から、ね、あそうそうそう上からもたまにゴソゴソ聞こえてきてあ上に見てるなって思ったそ うまいなと思いながら、うん、でなんかエミさみんなの生誕参加するのさ初めてだから、うんうんうんまあ、それぞれさいろんななんか個性が本当にバラバラでバースデーライブはそうだよね、リアちゃんはあ始まりはやっぱ水のユアスマイルからそうそうそう毎年ねやっちゃうんだよ ね, ねそうちょっと小ネタ挟んじゃうんだよね小ネタをね入れながらのそうそういやでも途中なんかめっちゃ歌で見せるし、うん、こう結構バランスよく楽曲もなんかアリアちゃんの生誕は可愛い曲そうだ、ね、オンリーだったね、可愛いね、姫ちゃんは結構打天使曲が好きで、うん、多めでユア、ね、ちゃんは結構まんべんないタイプなんだなって分析したりとか、うんそうだね、バラエティーに飛んでる感じにしちゃうかも、はい、そう、確かに、うん、なんかすごいねメンバーの個性が出て面白いな、ね、でも次エミちゃんじゃない、ね、バースデー楽しみめっちゃ楽しみ、私もさどうしようやっぱエミちゃんのバースデーを見るの初めてだから、うん、どうしよう、ね、ドキドキだよ ねドキドキだよね、ユアちゃんが、自分のバースデーライブが来る前に、いよいよだってなる気持ちが分かった今、そう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 でしょ、メンバーがね終わるとね、うん、次自分たち、ね一番緊張するもんね、緊張するよねバースデーライブはね本当に3ヶ月ぐらいねあるから、うんね、ちょっと考えながら、ね、めっちゃ楽しみにしてるね、ちゃえみちゃんのも、うん、じゃあレゾリューション3連続とかどうですか、いいよ開幕レゾリューションと締めのレゾリューションまだね披露せない曲が ね, ね数曲あるね、でも絶対似合うと思うんだよねえみちゃんの曲、うん、本当絶対かっこいいと思 う, そうみんな全然さこれは最後に覚える曲だからって言って難しいんだよね、勝手に最後結構やるの楽しいよレア曲だからね、まあ、どこかで解禁できたらと思うけど、はい、もうね盛りだくさんの5月だね、ねえ盛り盛りだったね、まだね残り10日あるので、うんうん、あの明日もゆあちゃんバースデー当日ライブがあったり、うん、北海道もね、うん、そう待ってるね、待ってるのでそうだ、ねはい、ここでじゃあお便りを紹介したいと思います、はいはい、普通お便りとかあるかしら、紹介ありますか、ね自己紹介ね、汗かいてるのヤモンだけですか、いや意味もね結構湿度 120% ぐらい暑いよ、お外のみんなは涼しいですか、暑い人、暑くないんだ、涼しい、ちょうどいい、あ、ちょうどいいんだいやお外行きたい、じゃあ1通だけ行きますね、はい、はい、ゆりかアットアンジェレシカカタンさん、あ皆さんこんばんは、アンジェレの YouTube チャンネルのコスメ紹介動画何回も見てます、お嬉しい、みんなのおすすめが知れて参考になるし、5人のコスメも根っこしたら1人アンジェレーブになれるのではと思ったりしてます、これからも動画楽しみにしてます、ありがとうゆりかちゃん、女の子だ、やっぱりさ嬉しい、そう女の子を対象にね、うん、あのコスメの、ね、動画を上げたから、ね、女の子が見て参考にしてくれるの嬉しいよね、嬉しい、なかなかやんないからね、そういうコスメ紹介みたいな、でもやっぱりさ、自分の好きなアイドルがさ使ってるコスメって使いたくなるよね、真似したくなるもん、うん、だし、こっちも真似してくれると嬉しいし、うんうん、ね、ぜひ一人アンジュレーブでね、顔だけでできるよ ね, ね, ねえ、そう、ひめちゃんにさ、メイクしてもらいたいの、うん、ひめちゃんってさ、なんかさ、カラーのメイク上手ね、アイメイク好きなの、私、ひめ子のかも、だからさ、やってもらいたい、なんか自分もさいつもワンパターンでさ、ね、わかるわかる、なんかたまにちょっとこっちにしてみようかなぐらいの感じしないから、うんうんうん、なんかメンバーにメイクしてもらいたいなって、確かにそう、そういうのもやってみたいよね、そういう企画やる、ね、他のメンバーにやってもらう、多分みんな一緒の顔になるかもしれないそうかもしれない、今日はみんなで姫子の顔みたいななるかも、面白いかもね、面白いよ ねメイク動画ね、なんかまた、うん、その個人もさ使ってるのほんとみんなバラバラだからさ、そうだ ね紹介できたらいいね、詳しく、うんね、YouTube ぜひぜひ見てください、ね、はい、はいはい、ということでアンジュレの近況についてお届けしました、はい、それではここで1曲お聴きください、アンジュレムで堕天使の心模様、
裏腹にある背徳が胸を焦がすよ信念に裏付けされた力が魔法に変わるの私のお人形じゃないのよ解き放つ想い君を愛すことが使命なのですFM、生放送でお送りしているアンジュレーブの天使の黄昏、お届けした曲はアンジュレーブで打天使の心模様でした。続いてはこちらのコーナーに参りましょう。題して誰が一番褒め上手5月病相談室。はい、5月病か、はい、なんか5月病っていうのは約4人に1人が経験すると言われているらしいです。そうなの？はい、集中力が続かない、やる気が出ないとか、うん、あの悩める、ね、リスナーさんの相談メールに、うん、私たちがね三者三様に、うん、もう言えない三者三様に三者三様リスナーさんを褒めて今日はね励まして元気になってもらおうと思います。え、5月病になる？なったことある？わかんない、 ないのかも。あ、4人に1人って結構じゃない？アンジュレーブの中で1人はなる。そうだ ね、うん、ね、でもさ、これが5月病なのかわからないけど、うん、やっぱ私なんか夏休みの宿題とか最後にやるタイプだから、うんうん、こう提出物が溜まってるとかのやる気が出ないのはこれは5月病なのかな、うん、それはいつものいつもの自分なのか5月病のせいにしてるのかそれは5月病のせいにしてるだけじゃん。オンラインチェキめっちゃ溜まってるやんみたいなそれは元々の性格じゃない？性格だね。そういうのはあるんですけど、うん、いやでも私も今さ結構湿気が今日あるからさ、うん、今この曲が、うん、流れてる間座ってられなくてすごい落ち着きなくて、ね、やる気がなくて、これは5月病かな。やちゃん5月病とは無縁だと思う元気だもん、ね、暑いとね、うん、じっとしてらんなくなっちゃうの。でも確かにこう、うん、天気もどんよりとかして気圧も変化あるとあ、ね、いまいち気持ちが乗らないなっていうのは、うんうん、なんかある気はする。 あるのかもね、うん、でもなんか5月病ってさ結構なんかあれだよね、4月でさ、うん、新しい環境になってさ、うん、まあ、うちらはあんまないけど、うんうん、多分仕事してる人はさ、うんうんうん、新しい人が入ってきたりとかで環境が結構変わるからね。それでなのかな。あとゴールデンウィークの連休が続いて、うん、その後にやっぱ仕事とか学校っていう、うん、こうねのが始まるのに気持ちが乗らなくて5月病になったりとかするって、うん、テレビでやってたけど、うんうん、お悩
みありますかね。ね、今日はユアモンたちが褒めちぎって誰が褒めちぎったからね。だってなんか割とアンジュレブってポジティブ人間が多いから、そうだね、うん、なんか悩みを抱えるっていうのは、うん、そんな表では感じないんだけど、ね、アンジュレブ5月病いないんじゃない。なんか悩みある 今、うん、暑くて生きづらいことこれが本当に最近これからやばいよ。そうだね、暑いと生きていけないって思っちゃう。じゃあ悩みがね、結構ちらほら来てるので、ちょっと解決してね。まず一人目、はい、大阪のニーヤン。そろそろ夏の野外フェスに向けて、うん、今年こそダイエットしたいと思ってるのですがふんふん毎年挫折しています、うん、何かいい方法あれば教えてください、うん、PS、うん、ツアー初日の大阪は最高でした。 ありがとう。いやもうね、ダイエットしようって考えてるだけで偉いよ。いやほんとそれだけで偉いよ、ね、夏フェスの準備をしてるっていうところからもうありがとうだよね、うん、ね、ありがとうだよ。夏を一緒に過ごしてくれるっていう気持ちでもうこのお便り送ってくれてるから、うん、あ、お便り送ってくれてもありがとうだよね。お便り送ってくれてるだけで偉いよめっちゃ甘い。携帯を持って指を動かしてくれてるだけで偉い。そうだね、でもなんか頼りで今ももうなんかここ最近さ、うん、遠征とか多くてさ、遠征多いと食べちゃうじゃん、うんうん、最近さすがにやばいなって思って、うんうん、あの昨日ダイエットアプリみたいなの入れたの、それがね、食べ物とかをバーコードで読み込みすると、うん、そのカロリーとかも勝手に計算してくれて、でそれに伴ってどの栄養素が足りないとかを全部やってくれるの、だからめっちゃ良かった。やーちゃんはそういうの続くタイプ？今んところね、続いてる。あ、絶対続かないと分かってるからやらないんだけど、開かなくなるよ。でもね、ダイエットはしたいよね、夏に向けて。ちょっと、うん、そう、頑張ろうと思って、ちゃんとツアーをね、終わる頃にはムキムキになっておかなと思って。それは無理かもしれないけど、そう、でもちょっと最近衛生とかでいっぱい食べてたし、ちゃんとほら、衣装とか綺麗に見せるためにも、ちょっと気をつけないとなってすごい思ったから、ねうんうん、アプリ入れた。えらい、えらい、入れることがえらいよ。アプリ入れて一緒に頑張ろう、ちょっと後で教えるから。でも本当になんか体重毎日測るのとかってめっちゃ大事らしいから、うんうんうん、まず痩せることの一歩は体重を毎日測ることらしいので、ね、すっごい久しぶりに体重測ったの。なんか普段測んない人だったの、うん、もう見た目を気にしてれば数字よりも見た目かなと思ったんだけど、うん、久々に測ってみたからちょっとそれで記録つけようかなって思って、大事です。数字を見る、現実を見ることは大事なので。そうそうそう、最後に測ったのいつだろうっていう感じだね、うん、ちゃんとね、測んないよね、記録しないとね。私さ、高校の時に8キロ痩せたんですよ。8キロのダイエットをして、すごくない？その時に本当に学生っていうかもう小さい時から体重計なんて乗ったことなかったんだけど、うんうん、そのダイエットで一番大事なのが体重計に乗ることみたいな書いてあって、うんうん、乗り始めたらやっぱ数字をすごい意識するから、うんうん、こんだけの数字だったら次の日これだけ食べなければこんぐらい数字が打てるとか考えて、そう、8キロってすごいね。高校生で8キロはすごくない？そう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 、運動しないでラーメンばっか食べてたから高校生の時は、なんかやばいなと思って。想像できない。そう、真面目にダイエットして、とりあえずまずは毎日体重計に乗って現実を見ること、大事だと思います。体重計乗ったらもう偉いよ、うん、そう、偉い、偉い、偉い、体重計乗るだけで偉い、そう、乗るだけで偉いから、そう、こう考えてるだけでも偉いよ、リアン乗ってみよう偉い、偉い、はい、一緒に頑張ろうヤモン頑張るよ。そうだよね、一緒に頑張ろう、一緒に頑張ろう。そうだね、夏はね、涼しく衣装着たいから。うん、そうだね。じゃあ次、はい、いきます。ラジオネーム、アンジュレスキスキボットさん、はい、アンジュレの皆さん、こんばんは。こんばんは。私の悩みを聞いてください。いいよ。先日の大阪でのツアーの時もそうだったのですが、うん、アンジュレの素晴らしいライブを見た翌日は余韻がすごくてなかなか仕事が手につきません、うん、うまく切り替える方法などありましたら教えてください。嬉しいけど、嬉しいね嬉しい、余韻を感じてくれてありがとう。ありがとう、偉いよ。いい余韻を。でも、なんだろう、余韻を感じすぎて仕事に切り替えられないってことか、うん、そうだね。どうしたらいいんだろうね、それって。確かに、私たち的には余韻を感じてほしいもんね。そうなんだよね忘れてほしくないからね、うん、もうそっか、難しいな。うまく切り替える、かどらないのか、なんだろうね。いいんじゃない、仕事してるふりでいいんじゃない。そうだよ仕事してるって偉いもん。会社に行くだけで偉いから。そう、偉いから。そう、次の日にさ、うん、まだまださ余韻に浸って夢見てたいだろうに、うん、朝起きて、うん、同じ時間に会社行って、うん、え、偉い偉いよ。
偉いよそれだけで。それだけで偉いから仕事しなくていい。とのえみちぃさんのお言葉です。甘々ですな。そうだね、今日みんなに甘々でいたからね。いやでもエミたちの目標はもう仕事に行きたくないぐらいの余韻を残すことかな、うん、そう。でも余韻が残るってことはそれだけ楽しんでくれたってことだからね、うんうん、記憶にね残るしね、うん、思い出せるってことだから。確かに。でもうちらもさ大きいライブした後とか結構余韻残ることあるよね、うん、そうだね、うん、次の日とかもずっとなんかまだポワーってした気持ち、ね、してるよね。だからそんな感じなんだろうね。確かに、うん、ありがとう。嬉しいようちらは。だからまあはかどらない時も、うん、まあそういう時もあるさっていう気持ちで、ね、余韻が抜けたら頑張ろう。また次の日、そう余韻抜けたら頑張ろう、ね、うん、そう幸せだからね余韻はね。ちゃんとで、ね、うん、椅子に座って会社に行って、うん、やってるだけで偉いから。そう偉いよ、生きてるだけで偉いから。みんな生きてるだけで偉い。丸儲け。そうだよ。解決してるかな。わかんない、解決してるかわかんない。ポジティブに、ポジティブね。大事ポジティブ。まだあるかな、そんな感じ。もうちょっと、あそろそろじゃあこんな感じで。あ、そんな感じかな。はい、じゃあ皆さんの参考になれば嬉しいですけど。参考になったかな。いやでもね、5月病は6月になったら治るから、うん、ね。そうだね、5月だけだから、はい、ね、もしなんか悩みがあったら、そう、ね、そう、アンジュレン特典会とかで言ってくれたらもうね、いっぱい励ますよ。こんなね、私たちでよければアンジュレブのライブとアンジュレブの、ね、トークで、そう、みんな推しメンの言葉がさ、一番きっとみんな元気出ると思うからさ。そうだね、そう、何でも相談してきて、ね、ぜひぜひお待ちしています。はい、ということで5月病室のコーナーでした。ここで1曲お聴きください。アンジュレイブで Kiss Me Happy。 そっと Kiss Me Please。 眠れない夜、君のこと思うと Happy Happy。 Close my eyes、 君との空に天使のような虹を
渋谷クロス FM。 生放送でお送りしているアンジュレイブの天使な黄昏。お届けした曲はアンジュレイブでキスミーハッピーでした。さて、あっという間にエンディングの時間でーす。今日も早かった、ね、早かったね、記念すべき50回目。なんか、あんまりさ、えみち、ゆあちゃんと一緒になることなかったから、この3人の組み合わせ、意外と珍しいかもしれないと思った。楽しかった、ね、確かに。そうだね、AB 型と AB 型と O 型アンジュレーブ、AB 型2人いる。そう、AB 型2人いるからね。そうそうそう。でも、O 型と AB 型ってさ、合う？えみちゃん的に。エミは、O 型は何型でもいける気がする。O 型でも大丈夫だし、ガタガタでも大丈夫。ガタガタ、ガタガタでも大丈夫。ガタガタでも大丈夫だって。みんな相性ぴったりだね。滑った、滑った。ここの気温が気温。エミジおじさん、最後に滑る。かわいい、顔が赤くなってきた。体温急上昇。体温急上昇してる。じゃあちょっともう告知に行ってもらって。はい、そうですね。じゃあ最後にアンジュレからお知らせをします。まず明日5月の21日土曜日は東京キネマクラブにてルーチェトゥインクルウィンクさん、トゥインクルプロジェクトさんとのスリーマンをします。で、この日はですね、あのユアモの誕生日当日なんですけれども、ハッピーバースデー、ありがとうございます。ぜひ来てほしいなって思うのと、もしかしたらね、新曲とかもまた聴けちゃうかもしれないので。いや、ブルーミングしちゃう。ねえ、ブルーミングしちゃう。そう、ぜひまだ聴いてないよっていう方も遊びに来てください。そして、先ほどもお知らせしたんですけれども、23日月曜日はですね、レイ7月号が発売します。アンジュレ特集たっぷり5ページありますので、ぜひ皆さんゲットしてください、うん。そして、アンジュレイブはただいまサードツアーの真っ最中です。来週は札幌に行くんですけれども、このまた詳細が今日の、ね、夜とかに出るらしいんですが、まず28日はツアーランウェイやりまして、29日はカフェイベント、そしてスノーフェリスちゃんとのツーマンライブなんかも、そう、あるそうですので、2日間あのしっかり私たちと一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。で、ね、まだ6月7月とあのツアーたくさん待っておりまして、最後の7月の17日の品川ファイナルまで私たちみんなで駆け抜けていきたいと思いますので、ぜひ1回でもいいので私たちのツアー遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、さらに次回の番組宛てのメールも大募集中です。普通と質問メールをどしどし送ってください。メールの宛先は info@sibuyacrossfm.jp info@sibuyacrossfm.jp。 クロスの綴りは S を2つ重ねてください、うん。はい、ということでね、はい、もうこのラジオも50回を迎えてね、また来月もあるんですけど、島内でのねライブがやっぱツアー始まるとね、少なくなってしまうので、そうだね、こう台湾とかね、明日とかもそうですけど、またね、みんなでライブに会えるのを楽しみに頑張り、ツアーも頑張っていきたいと思います、はい。このね、アンジュレイブのツアーのハッシュタグは、アンジュレツアートツアーっていうのをつけて ね、投稿してるんですけど、みんないっぱいね、拡散お願いしちゃうかもしれないんですけど、やっぱ最後はね、あのいっぱいの景色を見たいよね、シナリオの。そうだね、ラストでは ね。そう、だからね、私たちも頑張っていくので、ね、ぜひね、最後まで見守ってもらえたら嬉しいです。ね、はい、こちらも本当に、一個一個のライブで、ね、同じものやっぱないと思うし、ちゃんと磨いていきたいよね。はい、うん、ね、これからだね、初日終わったので、残り8年、駆け抜けていきます。はい、はい、ということで、次回の放送は6月の17日、金曜日を予定しています。時間は同じく18時です。出演メンバーは決まり次第お知らせします。それでは、次回もぜひ聴いてください。ここまでのお相手は、アンジュレイブでした。バイバイ。